第6試合予選最終試合です。それではいきます。波動ファイト。さあミラー対決、両チームともに5221、4321、1135のプレイヤーがいます。ナビラビットは、はい、キム選手が4321、高橋選手が5221といった形ですね。まずブルーソーダ側はハルト選手が1点を取っていきます。そんなハルト選手4321。さあ1対1並んでいきます。お互いクロスで返し合ってましたね今。そうですね、結構ね斜めを狙っていくキム選手がまたもサスケ選手を狙っていった。ここで1点のリード。相手ですね、ブルーソーダ側相手の壁3枚に対して1枚だけで返してるので後半からの壁展開が気になりますね。結構この配分って後々にね、はい、引いてきますもんね。そうですね。さあ2対2で同点となっております。ここからがブルーソーダの時間になるのかなって思います。1点取りましたね。さあここでハルト選手が1点を取る、はい、ブルーソーダが1点のリード。ここで2点目、はい。さあここからラビラビット落ち着いて球を集めていきたいところ、はい、残り時間は10秒切ろうとしている。いやハルト選手非常にカウンターがうまかったですね今の。いやすごいですね、よく見てますね。さあ一発KO、一発KO に連続。いや3点止まらない、はい、試合終了。すごいですね。3対8ブルーソーダの勝利です。おめでとう。